ございます。本日はですね、5月7日というところでいよいよゴールデンウィークも明けて、家の周りが静かになってですね、お祭り騒ぎ感がなくなって、平日が戻ってきてるなと思うんですが、僕は今日から3日間お休みをして、今から嫁蔵の家に、行きたいなと思います。嫁蔵がおばあちゃんに久々に会いたいと言って、おじいちゃんとおばあちゃんに会いたいと言って、とてもいいおじいちゃんおばあちゃん孝行をしたいということで、今から行きたいなと思います。あ、本当？うん、分かった。じゃあそれまでには行くわはい、じゃあね。はい、バイバイ。おばあちゃんも喜んでるやろ。その様子を撮らせてもらったんですけどね。撮ってたの？撮ってたよ。やだ。おばあちゃんに電話する孫の様子でした。はい、それではいつも通りセブンイレブンに来ました。で、ここでは、買うものは皆さん知ってると思いますが、そうですね、アイスコーヒーです。はい、それではですね、入れてきました。今からはですね、ゴールデンウィーク全く洗車できてないので、めっちゃ車汚いので、今から洗車してから嫁の実家に帰りたいなと思います。では洗車していきます。それではですね、あれから2時間ぐらい運転して亀山に着きました。三重県亀山です。で、ここからおじいちゃんとかおばあちゃんに行くので手土産買うんで、今からここで手土産買います。やっぱりですね、ゴールデンウィーク終わったからっていうのもあって、トラックがめちゃくちゃ多いですね。まあ、無事事故しないように行きたいなと思います。ちなみにこのラコステのポロシャツは嫁蔵とお揃いで、今日嫁蔵着るかなと思ったら嫁蔵は着なかったという感じで、一人だけ着てきました。いやー、着きましたね。こののどかなとこ、ホケキョって言ったで今でしょ。こんなとこに来ました。君の馴染みの場所やろ、うん、じゃあちょっと行ってきます。はい、それではですね、行ってきました。夢野さんはどうでしたか？楽しかった。優しいおばあちゃんだな。優しいおばあちゃん、おじいちゃん、おじさん、おじいちゃんもな、可愛らしい感じです。おじさんもいい人やし。では今から、僕の好きな、味噌煮込みうどんに行きたいなと思います。ではそちらに向かいます。行ってきます。オープン。嫁蔵はですね、ご飯で喜んでる時ってこういう動きするんです。皆さんこれから見てください。横揺れしだしたらご飯で喜んでる。はい、それでは、食べてきました。相変わらず美味しかったです。ですが、今日はですね、日中めっちゃ天気良かったんですけど、なんかどんどん寒くなってきて、僕着替えが半袖半ズボンしかないワンパク坊主になってるので、こんな格好してる人周りには誰もいなくて、みんな長袖長ズボンなんですけど、気温がだいたい15度ぐらいなんで、まあそれが妥当っていう感じなんですけど、僕は半袖半ズボンで今いてるという状態になります。で、今からはですね、ちょっと知り合いの、嫁蔵の知り合いのお店行って、で嫁蔵んちに泊まるかなと思うので、そんな感じで行きたいなと思います。はい、それではですね、とある駅のとある場所に車を止めて、とある居酒屋に行きたいなと思います。でそこがですね、野球が好きなマスターがやってるんで、ユニフォームとかいっぱいあるんですけども、まあ、そこでちょっとお酒を飲んでですね、嫁蔵の実家に帰りたいなと思います。で、明日サーフィンに行くという流れですね。はい、では、今から、とある場所の居酒屋に行きます。来ちゃった来ちゃったI'm not afraid to die.
はい、ということでですね、とある居酒屋さんに行ってきてですね、まさか稲葉監督、ジャパンの稲葉監督のサインというユニフォームがあって、まあ、意外でしたが、よろしくお願いします。はい、という感じでですね、まあ、今からは実家に帰って寝て、明日のサーフィンに行きたいなと思いますので、この辺でお別れしたいなと思います。半袖半ズボンなんで、もうとりあえずコート締めやんと寒いので、もう風邪行くので締めたいなと思います。ではですね、虫捕り少年スタイルで皆さんと最後お別れしたいなと思います。半袖半ズボンで、見てもらってありがとうございました。